皆さん、こんにちは。映画、愛と誠で一躍人気女優となった早乙女愛。本名、瀬戸口さとみさん。今回は、早乙女愛さんの人生を振り返りながら、略奪婚と言われた結婚やエイズと噂される死因についてご紹介します。早乙女愛さんは、1958年12月29日生まれ、鹿児島県肝付町出身です。実家は印刷屋を営んでおり、6人の弟妹、5人の弟、一番下の妹とは15歳離れているがいます。早乙女愛さんが中学3年生の時、地元のカメラマンから映画愛と誠のオーディションの話を聞きます。愛と誠は1973年から1976年まで週刊少年マガジンで連載された。原作梶原一騎、作画長安拓海による漫画です。その漫画が映画化されるにあたり、主人公大野賀誠を演じる西城秀樹さんの相手役が一般公募されました。この相手役の一般公募について不思議に思った方もおられるのではないでしょうか。当時人気絶頂の西城秀樹さんの相手役、さらには人気漫画の実写化ですから、相手役に立候補したい女優も多かったはずです。しかし、熱狂的、ある意味では狂熱的な西城秀樹さんのファンを敵に回したくない、カミソリ入りの封書などを送りつけられたくない等の理由で、どの女優にも断られ、キャスティングは難航したのです。その結果、松竹は相手役を一般公募することとなったのです。中学校を卒業した春休み、ただで東京へ行けて西城秀樹さんに会えるという動機から友人と共に応募。見事4万人の応募者の中から選出され、松竹株式会社と専属契約を結ぶこととなりました。同年、映画での役名と同じ早乙女愛の名前で映画デビューを果たしました。同作で脚光を浴びた早乙女愛さんは、1日に400通ものファンレターが殺到するほどの人気となりました。映画がシリーズ化されたことで多忙を極め、鹿児島県立高山高等学校に入学したものの、入学式だけ出席し1年間留年するという事態になりました。愛と誠が3部作となったため、夏と冬の休みに上京し撮影をこなし、1年をかけて高校を卒業。その後は上京し女優としての活動を続けました。1983年には成人映画である目病に出演。それまで清純派女優として売り出していた早乙女愛さんの濡れ場演技で話題となり、4億5000万円の配給収入を記録しました。その後はヌードシーンも厭わぬ大胆な演技に挑むようになりました。1985年4月23日、早乙女愛さんは7歳年上の荏原晴良さんと2人揃って記者会見を開き、婚約を発表しました。お相手の荏原晴良さんは、当時すでに5つの会社を経営する青年実業家でした。もともと、早乙女愛さんのファンだった荏原晴良さんが自ら映画を企画、スポンサーを名乗り出て出会いました。映画企画は実現しなかったため、早乙女愛さんと荏原晴良さんはその後しばらく疎遠になりました。しかし1984年末頃には2人はマンションで会うようになり、翌1985年には交際を報じられてしまいました。これだけならば人気女優と青年実業家の婚約発表で済んだのですが、荏原晴良さんはこの婚約発表の1ヶ月前に、9年間連れ添った前妻と2年間の別居を経て離婚したばかりでした。しかも荏原晴良さんは前妻に離婚を切り出した際、離婚理由について仕事に生きるためと話していたそうです。まだ離婚の慰謝料、子供の親権、養育費などの問題が片付いておらず、離婚からわずか1ヶ月ほどでの婚約会見を目にした前妻は激怒したそうです。確かに仕事に生きるためと離婚を切り出され了承したにもかかわらず、その1ヶ月後に婚約会見を開かれたのでは激怒するのもうなずけます。また早乙女愛さんとの関係も離婚後1ヶ月で構築したとは考えづらいため、
おそらくは離婚前から関係があったと推測するのが自然でしょう。その結果、早乙女愛さんは略奪婚と週刊誌に書き立てられるようになったのでした。それでも2人は同年5月4日には極秘で入籍を済ませ、翌日から2週間の新婚旅行に出かけるなど幸せな時間を満喫したようです。そして同年11月22日には披露宴を行い、集まった取材陣に対し 3.3 カラットの指輪を見せたり、プロポーズの言葉を明かしました。結婚後の早乙女愛さんは、1986年に夫、荏原晴義さんと化粧品会社、観音堂、高原堂を設立。女優業も徐々に助演へとシフトしていきます。観音堂の公式ホームページによれば、観音堂は東京麻布十番にて創業しました。女優である早乙女愛さんが自身の過敏な肌のために香料、合成色素、石油系鉱物油を不使用条件とした自然派化粧品の開発を始めたのがきっかけのようです。そして1996年には出演されていたテレビドラマ春ちゃんシリーズを妊娠をきっかけに途中降板します。1997年に38歳で男児を出産すると、子育てに専念するため芸能活動は映画などの数シーンのみの出演にとどまるなど仕事を減らしていきます。そして2000年の映画顔真仁義なき戦いへの出演を最後に芸能界を引退しました。その後、早乙女愛さんは2002年に夫荏原晴義さんの仕事の都合でアメリカシアトル近郊に移住するも、2008年には離婚を発表しました。早乙女愛さんは離婚後も一人息子と共にシアトルに在住し、日本の芸能界からは距離を置く生活をされていました。しかし2010年、身体のたるさ、疲れやすさなどの体調不良からシアトル市のワシントン大病院で診察を受けたところ、医師から即入院を指示されます。大げさだと周囲に話していた早乙女愛さんですが、入院して数日後容態が急変し、同年7月20日未明、息子と全プラ親族に看取られ、51歳にしてこの世を去りました。早乙女愛さんの死因は多臓器不全と言われています。多臓器不全とは、肺、腎臓、脳など生命維持に欠かすことのできない複数の重要臓器の働きが著しく低下した状態を指します。多臓器不全が起こる原因は様々ですが、治療介入が遅れることで生命の危機に瀕することもあります。そのため適切な診断のもと、迅速かつ集学的、複数の治療を組み合わせて行うな治療を受けることが重要だそうです。多臓器不全の原因は様々ですが、主に敗血症など重度の感染症、広範囲に挫滅を伴う重度の外傷や熱傷、やけど、重い膵炎や重度のショックなどがあります。多臓器不全が生じてしまうと、ほとんど治癒することは望めないため、多臓器不全に陥る前の段階で原因を取り除くための治療をしなければならないそうです。早乙女愛さんが体調不良を訴え、病院で診察を受けた頃にはかなり容態が悪かったのでしょう。ちなみに死因をエイズとする噂もあるようですが、この噂はデマのようです。映画愛と誠で一躍人気女優となり、略奪婚と書き立てられながらも愛を貫いた早乙女愛さん、2008年には惜しくも離婚という形になってしまいましたが、最後を全部荏原晴義さんも看取っていることから、二人の関係は決して悪くなかったと推測されます。早乙女愛さんのご冥福をお祈りします。ご視聴ありがとうございました。この動画が気に入っていただきましたら、チャンネル登録、高評価をお願いいたします。